大雪の中、行ってらっしゃい。やばいぞ今日。とんでもねえパウダーだ。ふう、これが湯沢ポテンシャル。俺のエースケがスーパーハイルーフになってる。えらいこっちゃ。えらいこっちゃ、えらいこっちゃ。屋根上30センチ。スーパーパウダー。かぐらいきますか。じゃあ岩っぱらだ。石打ち？へえ。石打ちか。いや、俺岩っぱら行こうかなと思って。終了。それだけで15分。えらいこっちゃ。これ災害級、災害級。さあどこ行こうかな、考えちゃうな。とりあえず出発だ。さあ、いろいろ検討した結果、我々は目の前の岩っぱらスキー場を狙うことにしました。やっぱね、家から5分のスキー場でパウダーが食える、これはビゾマンに住んでるやつの特権。今日はね、神楽のゴンドラかな？止まっているという情報を、まだ動かせてないっていう情報をゲットしましたので、今日はね、潔く、マイハウス、目の前ゲレンデ、岩っぱらにて、ファーストパウダーをゲットしたいと思います。行くぞ、母ちゃん！ Yes, sir! Here we go! えらいこっちゃ。えらいこっちゃ。パウダーじゃー！絶対いいパウダーがあります。妻よ。私たちはとんでもないパウダーの日を迎えてしまった。一晩でユーザーのボトムで30センチから深いところで50センチ、雪跳ねからめっちゃ大変だった。あらゆるドアが凍りついたし。そうだね。まあ、今日一日これ雪降り積もって明日晴れる。つまり明日はザ・デイ。いやいやいや、今日がザ・デイ。いつもでしたら神楽スキー場にね、僕たち向かうとこなんですけども、ちょっとその降り方が尋常じゃないんで、多分上はね80センチとか降ってんじゃないかなと、一晩で。で、まあそうなると結構ね、深すぎて我々にはしんどいかなと思いまして、それであえて、目の前のゲレンデね、我が家の目の前のゲレンデ、岩っぱらスキー場のパウダーを狙おうと、そういうことになりました。Alright? 山頂クワッドリフトファーストを狙うため、オープンまで待ちます。なんとコース閉鎖。早起きした意味がねー。私は、まあ、台湾人。台湾から来たのに。残念です。残念。パウダー、しょうがない。すごい残念。パトロールの話によると、山頂の一晩の積雪1メーター、表層雪崩がすでに起こっていて、とてもじゃないけど滑らせらんない。ハブグッドパウダー、しょうがない。コース内パウダー。うーふー、前が見えない、滑らない、深すぎて滑らない、ファーク。なんてこった、まっすぐしか滑れねえ、深すぎる。深すぎてつまらない。スミさん、はい、
今リフト乗っちゃいましたけど、うん、これやっぱ岩っぱらやめて別のスキー場に移動しましょう。はい、もう何これ、降ったら降ったで降りすぎ。ところが私たちこのマジックパス、こいつがあるおかげで急遽ゲレンデを変更するってことが可能になります。これが湯沢町民の大きなメリットじゃ。すんじゃいすんじゃいすんじゃい。見てください、修学旅行生よりによってこんなパウダーの日にスキー修学旅行、もはや歩いている。頑張れー、雪いっぱい頑張れー。鼻がもげそう。よし、というわけでゲレンデを変える。さあ私たち急遽スキー場を移動いたします。とは言ってもね、あんまり時間をかけられないので、すぐ近くの中里スキー場にパウダーを求めて移動しましょう。見てください、僕のこの髪の毛やばい。なんて日だ。さあ岩っぱらの次に選んだ中里、吉と出るか京都出るか行ってみようぜ。さあ行くぞ妻よ。まっすぐだ。深すぎるよ。深けりゃいいってもんじゃないんだよ。いやー、恵みの雪、街は本来の姿を取り戻したのですごく嬉しいことですけど、ちょっと降りすぎだね。降りすぎてて進まないよ。バカモンが限度ってものがある。深すぎる、深すぎる、深先生、やった助けて。よいしょ、うぅ、もう直感しない。うぅ、まっすぐしかいけない。ここでスピードをつけて。よいしょ。
取れた。今日のパウダー、飛んでまっすぐ、飛んでまっすぐ、飛んでまっすぐのみ。以上、ラストラン行きましょう。ファイナル行くぜ。ファイナルパウダパウダー。顔が痛えよ。パウダーレッスン、パウダーレッスン、はい、今日のパウダー授業、おしまい。